綱女は、江戸時代に活躍した、若狭国の子守である。綱女の石文綱女の石文1755年、福井県尾乳郡、小松原村に生まれた。父は漁夫をしていた角材門。家は貧しく、15歳で同軍に質の人、松見茂太夫の家に、子守として奉公したが、ある日、茂太夫の幼児吉江をあやして露房にいたところに、狂犬が現れてきたので、 綱は義シを身をもって覆いかぶせ、自分は狂犬のカムに任せ、身に重数章を受け、しかも毅然として、幼児を守り遂げた。隣人が驚いて馳せ集まり、綱を解放し、茂る太夫の家に連れ帰ったが、綱は身の重傷を忘れ、ひたすら義シの無事であったことを喜んだが、二十四日目についに死亡した。綱の中劣な行為は、領主の耳に達し、父格左衛門は、 多額の金を商与され、綱は西徳寺内に葬られ、墓碑には中立綱女の墓と記された。後三年にして領主はさらに角材門に面想し、かつ綱の墓を西徳寺門外に改装し、次相に金を与えて長く墓盛りをさせることにした。しかし歳月を減るに従って墓は荒廃し、埋葬の場所さえ不明になったので、 その後道軍小学校長会の尽力により新たに、綱女の墓なる墓標が建てられ、綱女墓碑保存会によって保存されることになった。ありがとうございます。